申し込む。花がトラジオが白鳥と対談、子供たちへ夢と希望を与えられるように、大相撲の元横綱若の花でタレントの花がトラジオが12日 Facebook を更新し、両国国技館で横綱白鳥と対談したことを明かした。花田は今日は両国国技館へ行ってきました。白鳥杯という子供たちの相撲大会の休憩時間を利用して、未来の相撲界を担う子供たちへ夢と希望を与えられるように、白鳥と対談でしたと説明。元横綱草間富士による暴行事件では、実兵の貴乃花親方の弟子である高志の岩が被害者となった。その現場にいた白鳥との対談だった。第8回となる白鳥杯は、日本全国の相撲少年たちと世界中からの代表選手たち約1300人による史上最大の小中学生相撲大会。日本全国、そしてアメリカ、中国、台湾、韓国など世界からも子供たちが集まっていて、活気がありました。入門する力士が減っていても、こんなにもたくさんの子供たちが今も相撲をしてくれていることに嬉しく感じました。子供の可能性は未知数です。今は自分の子供で精一杯ですが、その可能性を伸ばすことが今の自分にできる自分の役目だと思っていますと綴った。現在は相撲界から距離を置き、タレント活動を行うが、自分もそうだったように、スポーツで感動や喜びを感じてもらえると嬉しいです。苦しいことも山のようにありましたが、それでも素晴らしい世界なのでとエールを送っていた。内は原文ママ。